こんばんは。暑い。めっちゃ電波が悪い。電波だって。あ、おでんさん、モグリンツーって、こんばんは。初見じゃないでしょ。めっちゃ電波悪い気がする。嘘じゃないですよって。モグリンツー、え、どういうこと嘘なの？え、初見なの？じゃあ初見なんですか？あ、やーちんさんこんばんは。みさみさーって、やっほー、来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、今日もありがとう、来てくれ、あ、かしまちゃんもこんばんは、来てくれてありがとうございます。なんかめちゃめちゃ電波が悪い気がするんだけど、私だけかな。あ、きのしんさん、ヤッホー、今日もビッピンだって、ありがとうございます。今日はストレートにしてみました。どうですか、こんばんは。大人っぽすぎると、本当やったやった、やあれですね、キロシンさん、柏ちゃん、ヤーチーさんは今のところ皆勤賞ですおでんさんも何気にいっぱい来てくれてる。ヤーチーさん、ハートありがとう。みんなぜひハートいっぱい押してね。かしまちゃんもハートありがとう。皆さんぜひぜひコメントたくさんください。今日はね、なんか何にしようかなと思ったんだけど、まあ質問にも答えていくし、なんかみんなのお悩みとかあったり相談とかあったらぜひコメントしてください。答えられる範囲で答えていきます。よろしくお願いします。なんか今日ね、多分ね、ガチイベのね最終日が重なっててね、きっと埋もれちゃうと思うんだ、おすすめ枠で。そうでもみんなが来てくれるから、1時間、まあ2時間連続でやるんですけど、楽しんでいきましょう。あ、しんさん、しんありがとうございます。こんばんは。たまけんさん、こんばんは、皆勤賞、こんばんは。今のところ毎日来てくれてる、ありがとう。こんばんは。そう、悩み相談枠、なんか悩みありますか？みんなストレス社会できっと戦ってるでしょ？だから私が答えられる範囲でよければお悩みになります。はい、どんなことでも、なんかこういう会社の人がうざいとか愚痴でもいいです。愚痴でもいいので、ここに吐き出してくださいね。しんさん、こんばんは、来てくれてありがとう。ミニドンさんもこんばんは、来てくれてありがとう。皆さん今のところ皆勤賞の方たちばかりや。ともけんさん、キャンディーピンク、ありがとう。キャンディーありがとう、いただきます。今日もありがとうございます。たくさんみんなぜひぜひハートでいいので送ってください。なんかね、今予選ブロックの人を見たんだけど、せいなさんと私しかいないの他の人辞退しちゃったのかな。だからなんか2人だけの戦いになってる。だから上位2人までだから、今のところなんか準決勝いけるけど、でもこれから配信するのかな。みんな、トンケンさん、キャンディフルコンボだどん。キャンディフルコンボだどん、ありがとう。トモケンさん、フルコンボいただきました、ありがとうございます。みんなね、もしお悩みあったら言ってね。変顔をしてくれないのが悩みかなって
それはなんかちょっと違う気がしますね。ちょっとなんか違う気がするな。なんかちょっと違う気がするのです。ミートさんハートありがとう。2ポイント。シンさんも2ポイントありがとうございます。かしまちゃんありがとう、キャンディー。ピンク。ピンクが一番好きかも。ありがとう。嬉しい。あ、ダメかーって。変顔枠じゃないから、今日は。変顔枠じゃないから。ね。みんな、なんか会社で嫌なこととかあったら相談に乗ります。私が答えられる範囲でよければですけど。なんかストレス社会できっとみんな戦ってると思うから。ユージーさんスクショありがとうございます。よかったらコメントもください。半目じゃないといいけど。初めましての方かな。お悩み相談枠でしょって。そうです。 Y さん招き猫ありがとうございます。招き猫ダークにゃん、ありがとうございます。ゆうじさん、ハートありがとうございます。ぜひぜひコメントもお気軽にください。あ、やちんさんのコメント飛ばしちゃったでごめんなさい。ストレートで黒髪綺麗やけどって。綺麗やねんけど、私黒髪じゃないの。黒髪じゃないの、やちんさん。私、微妙に茶髪なんだ。真っ黒ではないの。でもまあ、限りなく、そんな明るくならないようにはしてもらってますけどね。ごめんね、飛ばしちゃった。コメント飛んでたら言ってください。どうしても飛んじゃうの。トムさん、あ、こんばんは。皆勤賞かな。 今のところ出席率とても良い。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。みんなお仕事お疲れ様。今ね、質問とかをお悩みとか相談枠をやってるので、みんなよかったら何でもコメントください。あ、質問枠ってそうよ、おでんさん。なんか私に質問ある？あ、ひげ金髪さん、やっほー。お疲れ様です。今日も来てくれてありがとうございます。今のところ、ひげ金髪さんも皆勤賞かな。ありがとうございます。ハート。ちゃゆみちゃん、フォロー。あ、フォローじゃない、間違えた。ハートだ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。今日も来てくれて。あー、加藤さん、こんばんは。早速の、いきなりのリングトーク、ありがとうございます。加藤さんからプロポーズされたら、ゼクシー、リクルートから、じゃじゃん。ありがとうございます。来てくれて嬉しい、嬉しい、ありがとう。毎日リングもらっちゃってる。ヒゲ金髪さん、あ、フォローしてくれたの。ヒゲ金髪さん、なんかてっきり私フォローしていただいてるのかと思ってたけど、してなかったのね。ありがとう。いっぱいお話ししましょう、ぜひぜひ。タカさん、こんばんは。あ、こんばんは。アーカイブ変えました。アイコンでしょ？アイコンじゃない？ドナルドから、なんだろうこれ、誰だろう、わかんないけど、アニメのキャラクターかな。こんばんは、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いしますって。柏ちゃん、癒されますって。本当？ストレス社会でみんな戦ってるから、その癒しをあげるよ。こんばんは、アイコン戻ってますねって。ヒゲ金髪さん、トムさんがなんかおっしゃってます。違ったの？アイコン違ったの？ヒゲ金髪さん、なんか変わってたの？知らなかった。ちゃゆみちゃん、ありがとう。ハート。ピーちゃん、ピーちゃん、キャンディーありがとう。ごめんね、今順番に読んでる。ありがとう、キャンディーピンク。こんばんは、こんばんは。ヒゲキンパスさんがトムさんにヤッホーって言ってる。ヤッホー。ピーちゃん、キャンディー、イエローもありがとう。イエローありがとう。いただきまーす。久々の愛のお菓子、ありがとう、加藤さん。嬉しい。ごめんね、今頑張って順番に読んでるからね。トムさん、ハートありがとう。今日もありがとうございます。醤油ラーメンさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。醤油ラーメンさん、加藤さん、スクショ。いや、なんか変なとこ撮ってない？ねえ、変なとこ撮ってない？大丈夫？醤油ラーメンさん、キャンディピンク、ありがとうございます。かける2、ありがとう。久々好きだよって加藤さん、ありがとう。本当心の支えです。いつもありがとうございます。トムさん、カップケーキとドーナツ、ダブルコンボだどん、ダブルコンボだどん。
ありがとう。今日も餌付けされてます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。おでんさん2ポイント、ハートありがとうございます。ひげ金髪さん、フォローしてなくても探してきてたって。何そのなんかちょっとツンデレな感じ。 ちゃんとなんか毎回探してきてくれてるあたりありがとうございます。嬉しい。 でもこれを機にね、ちゃんと通知が行くから毎日来てください。 来れるときは毎日来てください。 探してきてた、絶対大変じゃないですか。埋もれてたと思う。ありがとうございます。なんかちゃんと探してわざわざ来てくれて嬉しい。やった、フォローしてくれてありがとうございます。イエーイ。マイさん、招き猫また送ってくれてる、ありがとう。招き猫ダーク、にゃん、ありがとうございます。ユージさん、上運転が好きって、いきなり愛の告白されたんですけど、ユージさん、ありがとうございます。嬉しい。初めましてですよね。これ誰だろう、安倍さんかな、巨人の。違うかな、違うかな、合ってるかな。ありがとうございます。今みんなの質問、悩みとか相談枠にしようと思ってて、みんななんかあったらお気軽にコメントください。私に対する質問でもいいし、世の中に対するなんか疑問とか愚痴とかでも何でもいいので、お待ちしてます。ひげ金髪さんがトムさんに「あれはやばいです」って。何だったの、何だったの、何のアイコンにしてたの。ななちゃん、ありがとう、嬉しい。けんすけさん、今日誕生日、おめでとうございます。じゃあみんなでハッピーバースデー歌いますか。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーニアケンスケさん、おめでとう。おいくつになられたんですか。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おいくつになられたんですか。 ありがとうございます。初見さんかな、ありがとうございます。おめでとうございます。よかったら仲良くしてください。トムさんがヒゲキンパさんにゼペット、ゼペットにしてたの。気になる気になる。なんでやめちゃったの。 なんでやめちゃったの。ヒゲキンパさん見たかったよ。大丈夫だよ、テカトウさん、ありがとうございます。何がだろう、コメントくれちゃってるやつかな、それともなんかいつも応援してくれてることに関してかな。何はともれ、ともあれ、ありがとうございます。いつも嬉しい。頑張ってラーメン歩きたい。みんなこちらイベントの日程表になってますので、ぜひ把握のほどよろしくお願いします。もうずっと夢だった東京ガールズコレクションのラーメンを歩くんだ。絶対歩く、絶対歩く、頑張る。健介さん、おめでとうございますって。タカさんがおめでとう。ヒゲ金髪さんがトムさんに、あれで他の配信者さんのとこ行けないって。そんなになんかいかつくなっちゃったのかな、それともなんか なんか思ったよりも派手になっちゃったのかな、どうだったんだろう。見たかったな。今だけ限定で変えてくれたりしないの。ヒゲ金髪さん見たいんですけど。 あ、ドリーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ちょっと久々な感じがする。でもさやぽちゃんの枠で見てたから、久々な感じもしなくは、この私の枠に来てくださるのは久々ですよね、きっとね。ありがとうございます。のりさんにお疲れ様ですってトムさんが、ラムさん、こんばんは、こんばんは。ひげ金髪さんが、わらわらわらって笑ってます。やほやほ、お疲れ様ってドリーさんが、あ、ドリーさん、バラありがとう。今届きました。ドリーさんからの、情熱の赤いバラ、ありがとうございます。 嬉しい、ありがとうございます。誰からも質問悩みが出てこないと、みんなそんなに悩みない？大丈夫？ストレス社会で疲れてないですか？何でもいいよ、何でもいいよ、答えるよ。マイさん、招き猫ありがとう。お姉さん、ケーキ、これはあれかな、今ハッピーバースデーを歌ったケンスケさんにかな。でも私が食べちゃおう。ありがとうございます。 ありがとうございます。おでんさん、昨日ありがとうございましたって。いえいえ、こちらこそ。サイポーちゃんのくん、みんな楽しかったです。面白くて、また行きます。みんなゼペットだから、なんか顔がね、
いや、あのよく見ると皆さんそれぞれ個性があるんですけど、あのパッと見だとなんかあのアニメなんかジェペットの感じが一緒だから、なんかねみんながコメントしてると誰が誰だかたまに分からなくなっちゃう。あ、ヒゲキンバッチさん。ちょっと待って、笑っちゃった。しんどい。待って、ちょっと待って待って、スクショしていいですか、ごめんなさい。トムさんがヒゲキンバッチさんに爆笑。笑っちゃった、笑っちゃった、これは笑っちゃった。みおさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ちょっと待って、落ち着こう。ヒゲキンパさん、これは何、ネタじゃなくて本当に。いやー、くし、ちょっと待って、シオンラストアイドルとニュースが好きさん、ありがとうございます。こんばんは、来てくれてありがとうございます。初見さんかな、フォロー前からしてくださってる方かな、ありがとうございます。よかったらコメントたくさんください。ねえ、どうしたの、何があったの、何があったの、ヒゲキンパッチさん。ちょっと教えて、何があったの。ふみたんさん、病院行ったことあるって。病院、え、急に、え、あれですか、風邪ひいたら行きますよ。病院はあの風邪ひいたら行きます。その病院で会ってます。みさとちゃんも気が向いたらしてみてねって。ジェペット、あ、ジェペットやってみよう。どうやってやるんですか、あれ。普通にジェペットで検索すればできるのかな。みさとちゃんも気が向いたらしてみて、あ、これは読んだ、ごめんなさい、同じとこ読んだ。バーカボンボンさん、こんばんは。バカボンボンさん、また来てくれてありがとうございます。2回目かな、ありがとうございます。リンリンさん、フォローありがとうございます。よかったらコメントもください。上運転みさとです。ガスマちゃん、招き猫ありがとう。招き猫ダーク、ありがとう。シオンさんがスクショシェアありがとうございます。ぜひぜひいっぱいハート送ってくださいな。ミルキーさん、みさとさん頑張ってるね。あ、こんばんは、ありがとうございます。頑張ってます。ハートもありがとうございます。こんばんは。あ、おかずきさん、ばんばーって、ちょっと久々な気がするよ。イベント始まってますので、ぜひ見てください。応援してください、お願いします。予選がね、7日の日曜日までで、今週末までで、上位2名がいけるんですけど、なんか今ブロック見たら、私ともう一人せいなちゃんって子しかあのやってなくって、だから今のところ多分そのまま勝ち進めるかな。でも準決勝決勝ってなると、ちょっとあの戦いが多分分からなくなってくるので、準決勝まで行くとまた上位2名が決勝行けるんですけど、決勝では1位にならないといけないの。1位に ならないと結局この TGC には歩けないの。だからね、歩きたいの。あー、岡月さん、早速招きで来られた、ありがとう。岡月さんから招き猫ダーク、にゅ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 ん、ありがとう、いっぱい来てくれてありがとう。あっちゃんさん、待って、違う。ツイッターとインスタフォローしました。あー、しおんさん、ラストアイドルさん、ありがとうございます。ぜひぜひ、嬉しいです。あの皆さんもあのプロフィール画面からツイッターとインスタと飛べるので、よかったらフォローしてください、よろしくお願いします。金髪が反映されなかったんだよって。これじゃつるっぱげや。なんで金髪って反映されないんですか。なかったのかな、金髪が。なんでだろうね、金髪なかったんですかね。爆笑爆笑って、ドリさんが。いや、これは笑っちゃう、これはちょっと申し訳ないけど笑っちゃいました。ふみたんさん、ハートありがとうございます。あっちゃんさん、初めましてですか。なんか楽しそうでいい。あ、ぜひぜひ皆さんで楽しく今買いました。なんかね、今ね、ヒゲキンパスさんって方のアイコンが面白いって話してて。そう、あのでもなんかみんなからの質問とかお悩みにも答えてるので、よかったらコメント待ってます。私に聞きたいことでも何でもいいです。はじめましてで、ね、ありがとうございます。あっちゃんありがとう。あっちゃん、アイコンは何だろう、うん、なんだろうこれ。
何これ、七福神みたいなやつかな。よろしくお願いします。よかったらフォローも気軽にしてください。お腹痛いくらい爆笑ってやる。本当にトムさん笑っちゃった私。いやちょっと想像を超えましたわ。やばいよね、自分でも笑えるって。本当になんでこうなっちゃったの、金髪、金髪なのに金髪がどこ行ったのっていう。あー面白い、本当に面白い。テラちゃんさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。嬉しい。いや愛嬌あるよってドリーさんが。まあこれはこれでなんか愛嬌となんか個性があってまたいい方だと思いますけどね。テラちゃんありがとう、ハート。フラミンゴさんこんばんは、ハートありがとうございます。エミタンさんこんばんは、ってミルキーさんは お知り合い、お知り合いなのかな、お知り合いなのかな、みんな。あっちゃんハートありがとう、はじめましてなの嬉しい。てらちゃんさんハートありがとうございます。おかずきさん入ってありがとう。そうなの、ぜひちょっと長決勝まで行ったら長丁場の戦いなんですけど、皆さんお付き合いよろしくお願いします。絶対みんなと一緒に夢叶えたるけんね。なんかエセ方言になってしまったけど、ひえきんぱつさんが整形しましょうって、トムさんがひえきんぱつさんに整形しましょうって。岡崎さん生歴年号ありがとうございます。ちょっと待ってね、あ、ドリさんキャンディーありがとう。ちょっと待って、ひえきんぱつさんがドリさんにそれは褒められてるのかなって。褒めてるんだよねドリさん、きっとね、愛嬌があっていいんだよね。なかなかこの個性的な性別とはないし、絶対なんかみんなが突っ込んでくれそう、なんか絶対話題にできますよ。のりさんキャンディーありがとう、キラーンってありがとうございます、いっぱい。本当面白い。岡崎さんまずは波数処理出てありがとうございます。岡崎さん嬉しい、そんなに生歴で遅れる波数があったの、ありがとうございます。にゃーってありがとう。卵かけご飯 TGC、違うよ、東京ガールズコレクション、それ卵かけご飯は TKG。 ちょっと違う。ドリさんがひげきんぱつさんに褒めてるって、増毛したら可愛くなるよねって。増毛だそうです。とりあえず髪の毛生やしてあげますかね、金髪がねなくなっちゃったから、ちょっとなんか茶髪のめちゃくちゃ明るいやつとかでなんか代用できません。できないのかな、ないのかな、金髪そのものがないのかな。フラミンゴさんハートありがとう。皆さんハートありがとうございます。よかったらコメントもください、ありがとうございます。ミルキさんホールケーキありがとう、今読めました、ごめんなさい遅くなっちゃって、ありがとうございます。あ、猛攻わかめさんこんばんはね、昨日のさギリギリのさ、ほんと59分59秒の時の猛攻シンドロンさんって猛攻わかめさんですよね、このあれですよね、コウジさんでしょ、違う、絶対そうだよね。トムさんもキャンディーありがとう、今読めた、ありがとうございます、3つもありがとう。今シャトレーゼでお菓子買ってきた、シャトレーゼお菓子屋さんですか、お菓子屋さん、ありがとうございます、おすそ分け、やった嬉しい、やった、だからホールケーキくれたんや、ありがとうございます。ちょっと来たって、ウェポーさんこんばんは、来てくれてありがとう、嬉しい、来てくれてありがとう。ちょっと久々な気がするな、今見たらこんなだった、んちょっと待って、ねっ、ザゼンスタイルはきつい、待って、ちょっとスクショいいですか。ねえひげ金髪さん本当に笑わせないで、ちょっと待って座禅に、ちょっと待ってカルニさん、カルニさんヤッホーこんばんは、ハートありがとうございます。ちょっとね今ねひげ金髪さんのアイコンについてめっちゃ笑ってる。岡崎さんハートもありがとう。ちょっと猛攻わかめさんがひげ金髪さんアイコンってほら突っ込まれてるから、
ヒゲ金髪さんもうやめてってトムさんがねえ本当にやばい。どうしたの、何が起こっちゃったの、ちょっと待ってしかもさ、しかもさ、若干この座禅の時って半目なの、半目なんですけど目開いてない、目開いてない。カルニさん初見じゃないでしょもう、あ、キリンさんこんばんは。ちょっと久々じゃないですか、覚えてますよ、来てくれてありがとう。こんばんは、アサンこんばんは、アサンこんばんは、初めましてかな。よかったら仲良くなりましょう、コメントいっぱいくださいな。ヒゲ金髪さんにドリーさんが体の割に頭でかくないってちょっともう一回見ていい、でかい待ってね、本当にしんどいから今見たらこんなんだったとかやめてほしい本当にああちょっと涙出てきた。いやこれは不意打ちすぎますわ。いやどんなジェペットなのかなって想像したらこんなに面白いのありますいいじゃないですか、もう個性的で絶対真似できないゼペットだと思う。人前で緊張せずうまく話すにはどうしたらいいのか。お、私もね結構ね緊張しやすくて人前すごい苦手だったんですけど、とにかくなんだろう、やっぱり緊張してる自分を受け入れることだと思う。あ、なんか緊張してるなって、あ、緊張してる、でも緊張しててもいいんだって思うことがまず大事かな。あとはなんか人前に出る回数を増やすと自然と慣れてくる、やっぱり、うん、あとは日頃からいろんな人と話していくと、目見て話したりすると結構それだけでも緊張がなくなるかなと思います。私も未だにオーディションとか行っても緊張しちゃうんだけど、ちょっと距離があると目じゃなくてなんかよく鼻ら辺を見て話すといいっていう風に聞いたことがあって、そうするとちょうどなんか目線がね合ってるように感じるから、そう目を直視するんじゃなくてちょっと鼻ら辺を見るとちょっと緊張しなくなるかもしれないから、いろいろやってみてください。そうやっぱ緊張しちゃうよね人前はね。私も全然緊張しちゃうから全然悪いことじゃないと思います。 Y さんハートありがとう。もこわかめさんにちはって、トムさんがひげさん腹筋が痛いって、もう相当今私は笑ったよ本当に。いやもうこれはマジで面白いわ腹筋鍛えられてるねみんな、ひげ金髪さんのおかげで。レポンさん、鹿沼さんには会えてません、会えません、全然なかなか、やほやこお疲れ様って、ドリーさんがもこわかめさんにこんばんはって、トムさんに、ひげ金髪さんマジでこっちもびっくりだよ。いやなんでこうなっちゃったの、何回見ても悪い。でもなんでこれさ、他のさトムさんとかさドリーさんはさ顔だけなのにさ、この座禅スタイルは、あぐらスタイルはどうやって作れたんですか。そういうなんかあれかな、生活させるみたいなアプリなんでしたっけゼペットって。柏ちゃんハートありがとう、また嬉しい。いやちょっと待って、笑いがちょっとすごい 笑いすぎて BGM かけるの忘れてた。ちょっと本当に面白いわ。アーキーさんフォローありがとうございます、よかったらコメントもください。運転美里です、今 TGC ランウェイのオーディションに参加中です、よかったら応援してください。あ、笑いをひげ金髪さんに持っていかれてるって、本当にこの枠、この30分の間にひげ金髪さんに全部持っていかれたよ本当に。ドリーさん爆笑爆笑爆笑って本当に爆笑。カルニさん全方位美人上運転美里ってありがとうございます。今日はねストレートヘアだよ。アさんキャンディーありがとう、嬉しい、ピンクいただきます、ありがとうございます。ヒゲキンバさん至って真面目なんだけどなって、このでもそれを聞いたら確かに、あ、真面目なんだよって、じゃあ分かったってなるけど、このゼペットのアイコンだけ見たらちょっと笑いが止まらないからやめてあ
ヒゲさんが真面目かなってもうダメですってヒゲさんねえ、ま、半目になってる腹痛いねえ本当にどうやったらいいの、しかもさしっかりスクショいたしましたので半目とか言って腹痛いってドリーさんが言ってる。あっちゃんためになってありがとう。いやいやこちらこそ質問ありがとうございます。頑張ってる。なんかスピーチとかがあるのかな、発表とかがあるのかな。ヒゲさんアイコンまた変えてるってね、今見れた腹痛本当に半目とか言ってあれこれメガネは平均バス本当に実際かけてるんですか可愛い、なんかもう一周回って可愛く思えてきたヒゲさんあえてこれも読んだな。あっちゃんありがとう、ハートマジックさん、初見さんありがとうございます。マジックさんフォローありがとうございます。アサもフォローありがとう。頑張ってね。あれかな、発表会かな、なんか人前で話すことがあるのか。頑張ってね。モコアカメさんがやばい俺のポジションが取られるって、笑いあれですか、ボケ担当なの、モコアカメさんこと浩二さん笑い担当なの、ポジションが取られる、ポジション争いが始まったよ。マジックさんがすごく綺麗な方ですね、ありがとうございます。初めましてなのに嬉しい。ぜひぜひコメントたくさんくださいね。今ねみんなの質問とかお悩みとかなんか相談があったら答えてるので、私に対する質問でもいいですよ、何でも答えます。でもなんかヒゲキンパスさんのアイコンに全部持ってかれたからあ、メガさん遅れてこんばんはって、こんばんは、ごめんなさい、さっきねツイッターにね9時半からって言ったんだけど結局ね9時で間に合ったから9時から始めちゃってた、ごめんなさい、来てくれてありがとう。メガネかけてますよって、やっぱりメガネの奥が半目っていうヒゲさん今日は自分の乾杯ですって争ってるのいつもじゃあコウジさんの笑い枠はあれですね、次回持ち越しということにしましょうかメガネの奥のつぶらな瞳もこんなかな、半目って半目だから余計つぶらな瞳になってる本当面白い、あーいいですね、いいじゃないですか、これでいきましょうよ。なんか金髪が反映されなかったのはもう置いといてなんかこれに私はなんか愛着が湧いた、これを見るとヒゲ金髪さんだと思うからこれにしてほしい料理担当ってメガさん、料理じゃあよろしくお願いします。何の料理、料理シェフってこと、それともなんかあれなんか違う意味の料理ってことかな。9時からってツイート見たから大丈夫やで、ありがとう、遅れてきてくれてありがとう。朝ハート送りましたってありがとう、これからちょくちょく来るって、嬉しい嬉しい、朝ありがとうございます。ぜひぜひあの決勝待って勝ち進む予定ではいりますので、あの28日まで多分毎日配信します、見に来てね、絶対歩きたいの、もう本当に毎日東京ガールズコレクションのこと考えてる。昨日もなんか2000何年のちょっと前のあのランウェイの YouTube で動画見たりして、そう絶対勝ちたいな、1位しかねランウェイ歩けないから。そうそう、予選準決勝は上位2位が進出なんですけど、結局のところ決勝で1位にならないと、そうこの28日の11時からの最終枠もし進めたらね。ヒゲキンパスさんマジかよって、うん愛着湧いてきたよ可愛いじゃないですか、おひげとメガネとあとつるっぱげ髪の毛じゃあなんかやりますか、なんかやり直す、なんか金髪がないから、そっか、なんか茶髪はなかったのかな、なんかめちゃめちゃ明るい茶髪。メガさんやけどちょうど9時に筋トレ終わって今お風呂なう、あお風呂上がったんよって、あおかえりなさい、ちゃんとじゃあ
筋トレの後はストレッチですね。ストレッチっていうかマッサージしなきゃね、筋肉固まっちゃうからね。トニーさん、美里さんがゼペットしたら綺麗なんだろうなって、やってみよう、やってみよう。これさ、古い携帯だとさ多分さできないからさ、この配信終わったらちょっとやってみるね。あ、でも立て続けに2時間枠なの、だからちょっとじゃあ今日の配信が全部終わったらやってみます。ツイッターにでもあげるかな。メガさん、いや自分、俺も自分で何の料理かさっぱりどういうことどういうこと言ったけどってこと。多分さ、美里ちゃんは綺麗なゼペットになるよって。本当、やったことないゼペット、なんかちょっと前に流行ってたんだよね確か、みんななんかめちゃめちゃ上げてた気がする。ちなみにドリーさんは、ドリーさんもメガネつけてんだね。トムさんは、トムさんはベッカムヘアベッカムヘアっていうのかな。本当だ、やっぱりよく見るとみんな違うね。メガさんがテレスとフィットネス担当、じゃあ私のインストラクターですかね朝頑張ってって、ありがとう、嬉しい、頑張ります。セイナさん強敵やなーってね、セイナちゃん強い、でも頑張ります、刺激をもらってるので、いつも絶対歩きたい私。ぴょこさん、ん、あ、ぴょこ、こんばんは。りーちゃんさん、こんばんは、はじめましてかな、来てくれてありがとうございます。運転美里です、よかったら今 TGC のイベントに参加中なので応援よろしくお願いします。あのフォローもねお気軽にしてください。それこそフォロワー数がね、そう、フォロワー数は私の6倍だから、なかなかね、そこでは勝てないかもしれないけど、でもこのイベント、私 LINE ライブ今まで3回挑戦してきたけど、フォロワー数関係ないんですよね意外と。まあ、もちろんあの6000人もいたら確かに強敵なんですけど、でもなんかそれぞれフォロワー数とか関係なかったかもしれない。何が起こるか分かんないんですよ本当に。だから怖いのがいいんだやつはそれだけね夢があるんだけどね。ドリーさんがゼペットしたらさやちゃんとか遊びに来てね。分かりました、そう作るって言ったから、あ、てかさやぷやちゃんも、ぷやちゃんもあの私のところにゼペットで遊びに来てくれるって言ってたので楽しみ。ちょっと作ってみよう、作ってみよう、すぐできんのかな。ミルキーさん歩いてって、頑張ります、歩きます、頑張るよ、歩くよ。マッサージする気力湧かないんご、誰かやってくれる美人はチラって、ん、ん、あ、ちょっと誰のこと言ってんのか分かんないなちょっとあれ、私は美人でもないから、あれちょっと違うかなって、誰のかな。マジックさん、彼氏はいません、本当にいない、ガチでいない、なんか今はなんか恋愛モードではないですね全く、全然全然なんか恋愛したいって思わない。メガさん、俺がインストラクターになったらビシバシ指導するで、変顔とか変顔とか全然関係ないと思うんですけど、全然関係ないと思うんですけど、筋トレと何表情筋の使い方とかそんなそんなの初めて聞いた。ミガさん、ほーって、そうそうそう、あきさん、ありがとう来てくれて、こんばんは。予選は2位までですよね、このブロックって2人しかいないんだけどって、そうなの、だから多分この調子で誰も参加しなかったら私とせいなちゃんだけですね、 C ブロックは、はい、上位に多分このままいけるのかなと思うので、うん、準決勝決勝かな、やっぱりこの波乱になってくるのは多分一番決勝が波乱にはなると思う。このままいくとなんかせいなさんとの一騎打ちって他の人にも言われててね、えでも何が最後まで起こるか分かんないから、そうなの、なんかね5人いたはずなんですけど、このブロック私とせいなちゃんしか配信してないっていう。あきさん、ハートありがとう、こんばんは。そう、相変わらずブロック2人ってね、そうだよね、はい、自分でマッサージしますって自分でマッサージした方がきっと筋肉ほぐれるよそうそう、表情筋って適当って、超適当やな、
この辺の表情筋を鍛えろってか。てか他のブロック1人とかあるしね。そう見た、全然みんな参加してないの。なんで TGC なのに、ガチイベなのに。トリさんちょっと落ちます、イベント頑張ってね。ありがとうございます、また来てください。ゼペット作りますね。あー最後にキャンディー連打、ありがとうございます。トリさんありがとう、また来てね、いつでも待ってます。何流そうかな。マジックさんハートありがとうございます。あゼロさんこんばんは、こんばんは。さっきねドリーさんとかいましたよ、トムさんもこんばんは、来てくれてありがとうございます、嬉しい。昨日サイプルちゃんの枠をお邪魔しました。そうゼペットをねみさとちゃんも作ってってさっき話してました、作ろうと。この調子やと決勝選手は確実な気するから、それまでアイテム投下するの我慢かな。グッて、確かに決勝が多分本当に勝負なので、予選準決勝はみんなのね負担をね少なくしたいし、うん、決勝でちょっと頑張りたいので、ありがとうメガさん、気持ち嬉しい。ゼロさんがブリさんに名前があって、名前が変わったの、あカタカナからあれかな、アルファベットになったってことかな。メガさんハートマックスありがとう。マーサさんフォローありがとうございます、よかったらコメントもください。あれみんないなくなったのって、そうあのねドリーさんはね落ちちゃった、落ちました、ちょっと落ちますってさっき。トムさんも落ちちゃったかな、いなくなっちゃったかもしれない。ヒーキンパスさんはいます、いた、いじったらつまらなくなっちゃったって。えなんか変わった、なんかちょっと変わった、半目なのは相変わらず変わってないけどね、まだ、あもう見せられない、あ変えてないの、ちょっと変えてよ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 、見たいよ見たいよ、もう見せられないって。次の配信迷惑やったらハート貯めてからお携帯いこうかな。ねありがとう皆さん、嬉しい、待ってます。なんで2人だけなんですかって、イベント参加してるの、いやなんか他にも参加してる人いるんだけど配信してないみたいです、なんでだろう、わからない、私にも私にもわからない。ヒゲキンパスさん、ゼロさんのヒゲキンパスさんにバンチャって、ヒゲキさん相変わらず面白いって、本当に私さっきめちゃめちゃ笑っちゃった、ゼペットにしてよって言って最初そしたらなんか座禅バージョンとかも見れて本当に面白かった。普通だものってヒゲキンパさん、普通になっちゃったの、半目でもなくなっちゃったってことかゼロさんバラありがとうございます。ゼロさんから、情熱の赤いバラありがとうございますヒゲキンパさん、トムさんがわらわらわらって言ってます
メガさん、てかみさみさに質問 A やったら、今までオフ会とかは多分したことないよね。ない、したことないの。だから単独オフ会やりたい、いつか。アサン、アサン、アサンかな。テリーベア、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。今日初めて来てくれたのに、テリーベアいただきました、アサンから。テリーベア、ベアベア、ありがとうございます。嬉しいです。うん、ありがとうございます。わーい、パチパチパチ。参加してるのに配信しないのは確かに謎、本当に謎だから私もわからないの。トムさんがゼロさんにお疲れ様ですって、ゼロさんがトムさんにいたってモグリンしてたのかな。ヒゲさんが面白すぎてって、トムさんが本当に面白い。もうちょっとここ最近で一番笑ったかもしれない。だってまさかさ、違うのよ。やっぱ私もちょっと金髪を想像してたから、なんでなんでツルッパゲなのと思って。あれがイベー参加しても西南の上運転ブロックやったら繊維喪失して配信せえへんかもって。あれかな、ちょっとおじけづいちゃったかしら。でもガチイベだから正々堂々戦いたいのにな。でもみんなあれかな、なんとなくちょっとエントリーしたこともとかもいるのかな、わかんないけど、それは聞いてみないと、その子にね。でも確かに私もセイナさんと同じブロックってなった時にひゃーって思ったけど、でも頑張ろうと思った。むしろセイナさんがいるから心強いと思った。ちょ、好きな俳優さんはいますか。誰だろう。でもあたり哲也さんとか舘ひろしさんとか石原組の人はかっこいいですよね。あとは誰だろう、演技が上手い人でしょう。演技が上手い人、演技、阿部サダヲさんとか演技が上手い人が好き。俳優さん、なんだろう、同世代とかだったら菅田将暉さんとか、やっぱ演技派ですよね。相葉さん出遅れたって、いや大丈夫よ、このあともう一枠連チャンでやるよ。こんばんは、来てくれてありがとう。熱下がった、大丈夫。ゼロさんがトムさんにそれだって本当に面白い。ミリキーさん、他見てきたけど C ブロックはダントツレベル高いよねって。なんかセイナちゃんが、セイナちゃんが本当にすごいんですよね。え、あ、ゼロさんバラありがとうございます。再びゼロさんから、情熱の赤いバラありがとうございます。でもこれちょっとピンクでごめんなさい、ピンクしか売ってなかったの。でもちゃんとバラ届いてます、ありがとう。ジョリーさん、あ、久しぶりです、ありがとうございます、来てくれて。今東京ガールズコレクションのオーディションに参加中なので、よかったら応援お願いします。今日も可愛いってありがとう、相葉さん嬉しい。オフ会って巨人筋肉中自称 JK も言ってええのって。うん、年齢性別問わないので趣味思考問わないので誰でも参加できますよ、もしやるとしたらね。でももうちょっと実力つけてからじゃないとマネージャーに OK もらえないから、頑張ります、気長に待ってて。お願いがあるんですが、変顔が見たいとか言ってみるって。おでんさんもグリーンしてたのそうかそうか、じゃあ変顔、変顔か、考えとくか。あ、やっぱ毎日来るって、朝ありがとうございます。テディベアちゃんももらって毎日来てください。
ぜひぜひこの後もね10時からまたもう一枠やります。相葉さん、まあ、まだ2人しかエビ参加してない。そうなの、なんでだろう、5人いるはずなのに2人しか参加してない。いや実際そうやと思うよ、なんとなくって。何がやったっけ、何がやったっけあ意識してるってこと、他の人たちが、他の配信者さんがってこと。また来ます、頑張ってくださいね。トムさんありがとうございます、また来てね、いつでも待ってます。今のところ毎日来てくれてる、ありがとう。渋いなって。そう、でもなんかそういうダンディーな人好き最近見た映画はアラジン、アラジン見ました。 I can show you the world shine is burning is spreading tell me princess。確かにかっこいいけどね。そう、かっこいいでしょ。ポヨの配信始まったので、あ、了解です。ゼロさんまた来てください。ありがとう。ポヨちゃんによろしくお伝えくださいな。伊藤健太郎。伊藤健太郎わからない。お熱下がんない、相葉さん。大丈夫？ゆっくり休んでね。それこそ女優目指してねや、それこそ女優目指してねやったら、憧れの女優さん。でも、私どちらかというとタレントより志望なんですよ。演技はまあ機会があったらやってみたいけど、マネージャーからもあんたは女優って感じじゃないもんねって言われてるのでそうですね、演技はまあやってみたい、もちろん気持ちはありますけど、どちらかというとモデルタレントとかの方がやってみたいかな。でも、まあ、憧れの女優さんは同じ事務所だったらやっぱ米倉涼子さん、やっぱ演技派なので、本当にリーガル V とかも見てたし、あと大門未知子、あの病院のやつなんだっけ、忘れちゃった、タイトルと忘れちゃった、わー最悪、やばいやばい、なんだっけやつとかも見てたし、あとは木村佳乃さんとか、ああいう結構凶悪な役とかもできちゃう方好きです。あと七尾さんとかも悪女やってみたい。プリンさんほらありがとうございます。よかったらコメントもください。トモケンさんハートありがとう、ジョリーさんもハートありがとう、みんな応援よろしくお願いします。ご飯食べれんから点滴しとる、重症やない、大丈夫、風邪って油断できないからな、エマさん楽勝で10軽症やんなって、ありがとう、このままいけるといいな。エンペラー、エンペラー2号さんフォローありがとうございます。ぜひぜひコメントもお待ちしてます。質問コーナー初だったので違うの、そうなの、違うんです、サチさんこんばんはこんばんは、違うの、なんかね、シゲキンパスさんっていう方がねすごい笑わせてくれてね、もうそこで私はもう笑いが止まらなくて、全然なんかムードが笑いになっちゃったそうなの、もっと人が集まる時にね質問コーナーしようかな、じゃあふふって上運転失敗しないので、そうなんだっけ、ちょうど忘れちゃった、見てたのに、なんだっけ病院のやつ、このイベントっていつまでですかって、決勝まで行ったら7月28日までです。見えるかな、これだ、予選が7日まで、準決勝が9日から15日まで、翌決勝が19から28まで、長い、決勝戦長くない、7日、9日間が、はあ、すごい、約10日間だ、7月はこれに捧げることになりそうや。そのうち女王様がされる、あーチャレンジ達成してた、ありがとうございます。今日はねしないけど、いずれ日程組んでやりますので、皆さん女王様来ますよ、母現る、やりますね。電波悪くて質問のアンサー聞けなかったんごーって、何の質問、あ女優さん、女優さんは米倉さんとか
そう、同じ事務所だったらやっぱ米倉涼子さんが好きですかね。演技うまいし、そうそうそう、ドクター X、 そうそうドクター X だ、そうそうドクター X 思い出したとか見てたし、 D ガル V も見てたし、あと奥様魔法使いだっけ、奥様魔女、あの昔米倉さんとあの原田泰造さんが夫婦役で出てた、あの魔法使い魔女の米倉さんが魔女役のドラマとかも見てました。あと木村佳乃さんが好きって話しました。そう、あと七尾さんが悪女やりたいって話をしました。服かわいいですねって、ありがとうございます。やらちゃんもめちゃけねー、あたけのらけのらけのらけのりどのちょちょどのちょちょいらげ、あと5分だ。ではランキング発表します。5位ドリーさん132ポイント、4位ゼロさん200ポイント、ありがとうございます。3位岡崎さん491ポイント、そして2位アさん504ポイント、ありがとうございます。1位そして加藤さん、ありがとうございます。みんないっぱいありがとう、いつもトムさん、おでんさん、ミルキーさん、ワイさん、トモケンさん、柏ちゃん、ピーちゃん、ショーラーメンさん、カルニーさん、ジョリーさん、テラちゃん、メガさん、アッちゃん、ナナちゃん、ジェスポ、フラミンゴさん、チャユミちゃん、ミニトシさん、ヤーチさん、モコアカミさん、シーさん、ヒゲキンパさん、サチさん、アキさん、ヒーローさん、ありがとうございました。ゼン、これなんて読むんだ最後の方、ゼン、ゼンノーガミさんかな、ありがとうございました。この前イベント参加してたのに出演してたマヤさんは、マヤさんも私好きですね、元宝塚で憧れです。マヤさんはあのそれこそあのアテンションプリーズって上戸彩さんが主演だったドラマとか見てました。共感役だったんですよねマヤさん。いや質問点を吹っかえて巨人筋肉中自称 JK、 あ、それのやつ、年齢性別趣味思考問わないので誰でも来ていいですよっていう話をしてたよ自称 JK じゃ、ちゃんと制服着てくるのかな JK のスタッドメロンパンさん初見です、ね、こんばんは。もう終わっちゃうんですけど、よかったら次10時からも連チャンでやるのでフォローお願いします。今 TGC のイベントに参加中です。あゆえさんこんばんは、こんばんは。初見さんかな、もう終わっちゃう、よかったらフォローよろしくお願いします。もう一枠この後連チャンでやるので見に来てくれたら嬉しいです。メロンパンさん、あ、フォローありがとうございます。また次回枠でお会いしましょう。周平さんも初見さんでありがとうございます。もう終わっちゃうんですけど、よかったらフォローよろしくお願いします。今 TGC のイベントに参加中です。アイアイさんはアイコンワンちゃんだ。メロンパンさんは、あ、これなんだっけ、コナンの、コナンのやつだ、なんだっけ、どうせしちゃった名前を。周平さんは T シャツだ。初見さんぜひフォロー、皆さんよろしくお願いします。寛大って誰でもええで、誰でも待ってて、え、なわけないやん、え、制服着てこんの制服着てこないの、あれなんだかな、あれ、じゃあボディービルダーの格好でもしてくるんかなあゆうさんこんばんは。もう終わっちゃうんですよ、あと1分で、まあ、また10時からこの後連チャンで枠やるので見に来てください。ぜひみんなありがとう。今東京ガールズコレクションのビーチで行われるイベントのオーディションに参加中です。よかったら応援よろしくお願いします。今予選中です。7日が最終日、予選の次、準決勝を締めたら9日から15日海の日までで、決勝まで行けたら19日から9日間やって28日、もうほんと1月の終わりだ、ほぼ7月は私はこれに捧げます。ぜひよろしくお願いします。そう、ずっと夢なの TGC は。周平さんフォローありがとうございます、嬉しい、また来てください。ぜひ、全然話せなくてごめんね。メガさんお控え
オフ会目たどり着く前に捕まるねって、確かに逮捕ってなっちゃうね。ではでは次この後またもう一枠やるので見に来てください。バイバーイ。